はい、こんにちは、横浜純正一筋進藤くんです。今日の動画はライブ配信で対戦した激アツ試合を皆さんにご紹介したいと思います。お相手はランク戦や大会でも上位をずっと独占し続けているあのお方、プロスピ界隈ではかなり有名なお方と対戦することができまして、最後までね本当にヒリヒリする試合展開となっておりますので、ぜひ最後まで見てってください。それでは早速本編へバモス。でランク戦やったら何連勝いけると思う？一発で6-1。見とけよお前ら、軽く10連。これはえぐいてこれはえぐいって、勘弁してよミニッツさん来た。どうか行くかもしれん。いや、ウォーミングアップしとけばよかったな。に、いや、まずいな、これは。さあ、それでいきます、1番 DH。ダメ！ちょっと待って。今村さん。今村さんって何持ってる？通信も C。ちょっとガチでいくぞ。抜けろ。あー、ダメ。さあ、2番監督活目せよ。役いやー、1カットエロいな。よし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 。さあ、通信も来るよ。うん、活目せよ。よいしょ、活目せよ。さあ来い。あかん、引っ張っちゃった。キャラゲーです。さあ来い、ツシム。あかん、やーめて。きちー、あぶろ。1点じゃ絶対足りん、もう1点は絶対取る。抜ける、よし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 。さあ、パワー非降格。同じところからツーシーム。うわ、そこのカットエッチだね。悪く思うな。いやー、ホームランにしとかなあかん、それは。もったいねー。さあ、頼んだ。いや、いやー、レフトフライだな、今の。活目せよ。いけ。いやー、神里、神里、さすがやで。決めに行く。さあ来い、活目せよ。超える、よし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 。ちゃんめ出てるけど、ここはマキ君。さあ超広角打法。うん、何してんの。いやー、バカ。カットボールあるぞ。ボール、よし。いやー、何さあ、1点まで OK やな。さあ、ミネットさんをそう簡単に抑えれるはずはないんだけど、奇跡を信じるしかないよね。社長コンチ、いいぞ。
決め球、これ勝負。完璧、うまい、危ねえ。いやー、いかれそうだけど。エスパー、うわー、うめえやっぱうめえわ。8点取っとかなあかんかった。伸び発動してんのか。ナイス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 、甘くいくな。よし、あかん、よし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 、ここはね、無理に手出したくないと思うんだよな。あかっ、危ない危ない危ない。ここのね、ストライクからボールの通信音を見せておく。よしよし、振れ、振らねえかー。でここのフォーシーム手出しにくいはず。きちゅー、よし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 。さあ投げる球がないんだよね。アウト。いやー、ほら、さあどうしよっかな。今永にこだわる必要はないんだよ。スプリットチェンジはもう無理だからな。変えようか。エスキーマジで頼んだ。うわ、剛速球出ねえ。いいぞ、振ってくれ。完璧だ。うわうーん、仕方ない仕方ない仕方ない。そこそこそこ、同じとこの方針、これは手出したくないはず。うまっ、うーん、さあ頑張れ。ミネツさんの配信っすか、マジか。ミネツさん今配信中なんですね、やっぱり。いや僕1試合目なんですよ。でランク戦負けた瞬間にルーム戦に切り替えるって言って、1試合目からミネツさんだからね。いやーバカ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 、これもヒット打ってくれ。どうぞどうぞ。おー、ラッキーラッキーラッキー、よし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 。よし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 。ふぅー、勝つぞーマジで。1番 DH 高め、成功。はい、エッチ、ナイスナイスナイス。2番監督、活目せよ役。さあ、どうしようかな、引っ張り警戒。いやー、それエロいなぁ。抜けろ。うわー、しんどい、それは。それはしんどい。よしよしよし。うん。これバテてんのかな、球遅いよね。超え
えてよ。うわー、ダメ。何してんの、もったいねえ。絶対打つ。よし、我慢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 。おら、いったれ。おい、マジか。もったいねえ。フォーク押せ。怖い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 。うわー、もう正面しか行かねえ。おい、ふざけんな。さあどうしよう。ミネタさん、プロスピ廃人すぎて中継ぎ使わないリアタイしてるらしい。わろた。いや、俺ガンガン使っちゃってるけど申し訳ねえですけど、勝ちたい。取って取って。いや、マジそれ抜けるんか。いやー、きついですねこれは。いやー、ファーストライナー、サードライナー2本マジできついよな。正面1万はしょうがないけど、ウェンデルケン行こうか。いいんだ。いいぞ。センターフライ。よし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 。さあ広角出ない。ベスピ欲しい。いいぞ。ナイスベスピ。いいね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 。振ってくれ。振らないんだよな、ここがうまいんだよな、やっぱり。振るわけない、こんな無駄玉やな今のは。今のスラーブがちょっとね、残像残ってるはずなんよ、あそこの高さね。いいぞ、ナイスピ。振ってくれ。振らないんだよな、ここがうまいんだよな。普通の人なら振っとる。センターフライ。甘い、高い。よーい。大金星、ありがとうございました。確かにね、ずっと今村さん変えないなと思ってました。まあ早めにね、藤川選手とか、あと藤井光也選手なんかにスイッチされてたら、こんな試合展開にはなってなかったと思います。あとやっぱりね、モサにはエスコバであったりとか、ウェンデルケン、まあ、やっぱこのあたりがね、やっぱ刺さりやすいのかなということを再認識させられました。今はどうなんですかね。個人的にはこのタイピンチっていう特殊能力よりも、伸びとかね、あと超剛速球20丸とか、そういう球が速く感じられる特殊能力の方が、僕はね、発動すると嫌だなというふうに感じるようになりましたね。ぜひね、そのあたり皆さんのコメントをいただければと思います。ライブ配信ですけれども、まあ、僕もですね、一応フルタイムで働きつつ、3人の子供を育児してますんで、なかなかね、決まった時間にライブ配信ができません。ライブ配信の告知が行くようにですね、ぜひチャンネル登録と、あと通知ボタンの方を押してですね、これからライブ配信遊びに来ていただけると嬉しく思います。今日もここまでご覧いただきありがとうございました。それでは。